どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩すキャストしてザコリオンやっていきたいと思います。こちらフリームで公開されているフリーゲームなんですけども、ステージアンコンプレックスなどの、インさんでいいのかな、見方はが、まあ、制作されたゲームなんですが、とりあえず、やっていきたいと思います。で、まあ、こんな感じで動いているのが私ですね。まあ、モノクロの非常にレトロ調のゲームで、で、まあ、テストプレイで何度かというか、まあ、しばらく遊んだんですね。で、どういうゲームかはまあ分かって、で、結論から言うと、やるのは楽しいんですね、すごく。あの、コツコツといろいろでやる系のゲームだったんで、ただ、実況をするとなると、どうか分からないんで、ですけど、とりあえずやっていきたいと思います。まあ、とりあえずはあれですね、敵が湧いてくるので倒してます今。で、このスライム的なのは経験値が1しかくれなくて、で、今レベル2になりましたね。下に、ステータスが書いてあるんですけども、で、 HP はまあ HP ですね。で、 AP っていうのが攻撃で、で、経験値を上げていくと、だんだんと、まあ、レベルが上がっていくということで、この子は経験値1しか取れないんですけど、とりあえずもうちょっとやっていきますか。3になって、で、HP 全回復とレベルが上がったら、これは好きですね、こういう。レベルが上がると HP が全回復するっていうの。古い RPG とかだとよくありますけど。エルダースクロールズも、そうかな、スカイリムがそうだったかな。で、また進むとちょっとずつ新手が出てくるんですよね。で、レベル3なんですけど、多分こいつ相当当てないと勝てないんですよね、この新たに出てきた獣人かな。で、あ、でも倒せましたね。で、レベル4になって、で、まあ戦って、で、負けて、でなるとスタート地点から始まるんですけど、レベルは据え置きと。で、どういうことかっていうと、これちょっとずつレベルを上げながらちょっとずつ進んでいくっていうゲームなんですね。ひたすらレベル上げが続くみたいな感じで、で、やってる分にはすごく面白いんですよね。コツ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 、いろいろ進めていくんで、で、レベル10か、レベル、あ、その、レベルが5の倍数の時に、よりボーナスでステータスが上がって、で、10の倍数の時に、パスワードがもらえるんですよ。で、まあ、そうすると10の倍数からは始められるということなんですが、途中から。で、多分そうしていくと相当強くなっていくんだろうなというのは予想できるんですね。テストプレイで遊んだ分までだったら。ただまあ、画面は、これなのでどうしようかなと思いながら今やってる人なんですね。今これを見に来てくださってる方と、この録画を公開する予定なので、録画を見てる方と、あと YouTube の方にもこれは上げる予定なので、 YouTube の方にも、もし見てる方がいらっしゃったら、その方たちに、お、味方が増えましたね。レベル10になってきたら仲間が1人増えるんですね。あれ、多分ピストル持ってんのかな。最初なんかドラゴンボール的になんか撃ってんのかと思ったんですけど、銃構えてるように見えるんですよね、こいつのグラフィックが。この子は、あの、勝手に動いて勝手に攻撃しています。で、一応ステータスは私と一緒だそうですね。 HP と AP はなので、攻撃方法が違うだけと。で、死んだら、しばらくすると復活するみたいな感じですね。で、この時点でポーズ開くと、レベル10スタートっていうことで、パスワードがもらえてるんですね。最初の画面にパスワードってあったと思うんですけど、あそこでこれを入力すると、レベル10からスタートできると。ということなので、今、そうだ、今後パスワードが表示されたら思いっきりネタバレになっちゃうので、今のも、すいません、ネタバレですね。ちょっとそこだけ気をつけてください。一応動画の、あ、こいつがね、こいつたちが撃ってくるんだよな、弾を。なんか。
目玉のお化けなのか植物なのかわからないけど、ウツボカズラって思ってたけど、とりあえず動画始めて5分かかる前にレベル10に1回到達したから、まあそういうのでね、やってる分にはすごくね楽しいんですよ、ね、ちま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 やってる感じが。ただ実況って考えるとどうなのかなと思ったので、もしかしたら、まあ、やり続けるんですけど、もしかしたら次動画見た時に一気にレベルが飛んでるみたいなのはやるかもしれないです、ね、うん、今のこいつの素玉でしたね、聞いたぜ、聞いてたけど、で、割とこうどんどん出てくるんですよね、敵が。あちなみに HP 自体は、自動回復してるみたいですね。レベル13で、一応この広くなってるところは敵が湧くところみたいなんですよね。たまに湧かないんですよ、レベル14。ただこの従順みたいなのをやるべきなのかな。私もあいつも一発では倒してないんで、スライムはもう一発ですけど、スライムは1しかもらえないので、さすがにだったらもっと別のやつをやりたいっていう感じだな。まあ多分こういうの好きな人は相当これちま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 楽しいと思うので、なんというかフリーゲームなので、現時点で面白そうってなったら、こういう動画やっといてあれですけど、フリーム行って落とした方がいいっすよっていうのが一番素直な感じですかね。大体のゲームはそういうつもりでやってるんですけどね。面白そうと思ったら、ツイッターの方によく書いてますけど、面白そうって思ったら、僕はそこで見るのやめて、落としに行ってくださいって、よく書いてますけど。レベル18から、もうすぐ20になるだろう。19、20になったらもう一個先に進むか。お、20、あ、すごい弾が、10の弾が、10の弾？剣のあれですね、ゼルダの伝説のあれみたいに剣から飛び道具が出るようになった。これ剣の威力と同じなのかな。ちょっと弱いかな。ちょっとお互いに攻撃力が高くなりすぎて試せないな。まあ多分同じぐらいだろう。先進もう。レベル20でこれか。仲間は強くなるのかな。それとも仲間は増えるのかな。バカバカしいのが出てきたけど、アラペラだから強いんだろう。こういうの見たことあるな。なんか一応レベルは上がってはいるが、ああそう、これ録画をしてるので確認できるから、ちょっとここで、パスワードを確認しておこう。はい、便利ですね、録画してるから、後でパスワードなんだっけって思った時にこの画面を見ればいいと思います。昔帯ひろしの五右衛門の漫画ボンボンやってた漫画で、スーパーファミコン版の1作目だったかな、あれにその帯広氏のデータのパスワードが載ってましたね。漫画の単行本に必ず攻略情報が載ってたんですけど、それは帯広氏の
やつだけじゃなくて、あの、ま、ボンボンのやつとマリオのやつとかそういう風にやってたと思うんですけど、おすひのしろ五編門の一作目だったんだから、途中であのパスワード載せてましたね。レベル26、特に仲間に変化はなしだな。攻撃力は上がってたぞけど、私と同じしてたんだから、こいつをなんとかしたいな。あ、でも倒せるのが連打してたら倒せるようにはなったから、一旦先に進むかな。基本的にはこのダンジョンの地形的なものよりは敵の種類が増えたっていうのを楽しむものでしょうからね。広いから多分出ると思うんだよな。でもね、アラフェン、スライム久々に見たな。うわ、なんかでっかいの出たな。何やってる、何もやってこない、ただいるだけで強いタイプかな、っぽいな。テストマスクみたいな顔してる。あー強いね、確かに。こんだけ連打してまだ倒せない。ただ1体倒したら、それしたら経験値いっぱいくれるんじゃないかなと思ってるんで、連打してますが難しいな、さすがに。こいつがな、ずっと立って切ってたらこいつだったんだな。あ、仲間がやられている。あー、復活した。レベル30まではいけるな、この調子だと。そんなに時間かけないで。さすがにこの辺のやつらは、こいつでも一撃なんだけど、かといって経験値現時点でそんなに美味しくはないからな。ここだとどう？あ、そんなでもないな。自分があるな。もう一個先に進もう。レベルどれくらいでクリアになるんだろうな。クリアはあるはずだから、ラスボスがどうこうって書いてあったので、あの、その更新とかに。こいつらを、まず、ある程度やっておいた方がいいと思うんだ。ただ、だいぶ当てないと倒せないんですよ。お、あ、なんだ、あ、もう一人増えた。なんだ、格闘戦か、すごい、うん、違うな、斧みたいなの持ってるのかな。少なくとも接近戦タイプが増えた。2人目だ。あ、いいね、ちょっと行こうか。じゃあ、そうか、パーティーが増えていくのか。フェストマスク倒したいんだよな。30ぐらいになったらこの枠1個終わりにするかなぐらいだったんですけど、そんなに時間かかんないと思うので、30、15でも経ってないですね。
でかいから当たり判定もでかいし、単純に硬いからなかなか倒せないしな。お、やった。レベルが上がったってことは、そこそこいい経験値だったのかな、やっぱり。一応倒したから進んでみるかな。レベルどれぐらいまで上げるんだろうな、最終的には。ほんとこういうちまちましたのが好きな方におすすめできるゲームなんですよね。これなんて、笑ってたな。これ攻撃？あー、こいつ笑ってた。こいつの攻撃？いや、違う？あの、弾っころ自体にも経験値あるな。救済措置かな、じゃあ。さすがにここまで来ると経験値貯めるの大変でしょっていうことで、あ、やられてしまった。救済措置だろうか。とりあえずレベル40まで上げるかな、この枠で。レベル40時点で、まあでもこういうゲームだから一応なんとなくですけど、ツイキャスの元々の一枠が30分で、でゲーム配信だと別に何もしなくても4時間までできるんですけどっていうのがあるんで、仮にゲーム配信だとしても、まあ20分以上はやろうかなとはいつも思ってるんですが、多分レベル40になる頃に20分超えてるだろうから、40時点で終わりでいいかな、この枠は。あんまりずっと続けてるね。で、絶対にスタート地点から移動するってことは敵の紹介はできると思うので、もしレベル上げを別のこのなんでしょう、配信じゃないところでやってっていう風にやって、でまたある程度レベル上がったらツイキャスで再開して、ね、どう違ったんだろうか、こういう成長しましたっていうのを見せるみたいな風にしようかなとなんとなく思ったんですけど、こいつをまだちゃんと倒せないのかな。やっとだ。だいぶ、よし。あいつだけ倒したかったんで、倒したら、あの玉ころがいっぱい出てくるのは救済措置だとしたら、あそこで戦ったのかな。先か玉が出てくるの。これなんだろう、カエルかな。ただ動きが不規則で。強いんだ。ただ倒せないよな。3人がかりでタコ殴りにしてるからみたいなことがあるだろうけど。平均値入ってる。攻撃力が単純に強いのかな。斧のやつもやられてますもんね。復活するまでどれぐらいかかるとか違ったりするのかな。すごいな、もう HP1000 台だもんな。スパロボじゃねえんだからって。39。
のね20分前は冷血一桁でちまちま頑張ってたんですけどね。たださすがに40に行くまではまだだいぶかかるな。戦うタマコロがある方がいい。タマコロの攻撃力が高いんだから、ここでこいつらを殺す方がいいんだろうか。すごいな、ちゃんと追尾してくるんだろうな、こいつらは。動きがだいぶ避けづらい動きをする。回復は立ち止まってると回復しないのかな。ああ大丈夫か、立ち止まってても回復はするか。単純に回復が遅いだけか。どうするか、こいつらはちょっとまだ危ないかな。あんまり倒すのに時間がかかっちゃうとそんな効率よく経験値貯められるわけじゃないからな。一回下がるか。そうですね、こっちばっちばやって、じゃあ次何が成長するんだろうっていうのを楽しみにするのがこのゲームの楽しみ意味だと思うので、本当に興味があったら俺どうなるのやって落ちてきたらって感じだな。まだあいつをちゃんと、なんだろうね、サクッと倒せてないから、多分この先に進むべきじゃないってことなんじゃないかな。単純にちょっと高いのかな。あ、スピードがすごい上がった。あの向こうの追い込みのやつより高いと思うんだよな。とりあえずじゃあ もう一個向こうだ。仲間たちもねレベルが上がってるはず。その分より戦いやすくなってね、レベルがすごい上がるな。ここ40までと思ってましたけど50までいけるか。単純にそのあれなんですけど、手数が増えて敵を倒しやすくなってこっちの HP 増えてって長く生き残る時間が増えるんですよねって言おうとしたら死んでたわ。あ、そっか、道中が長くなるからスピードが上がるのか。はい、一応この状態でね、録画機ってゲーム落としてで、ね、私があのパスワードを知らなくなるっていうのはちょっと避けようと思って今開きました。なんでこんな無駄な遠回りしたんだ俺は。ここでやった方がいいかな。こっち多分硬いんだよな、あの先のやつとかやりますね。雑魚がいっぱい出てくるからそこそこ経験値もらえてる感があるんだけど、
もう45になったか。斧のやつはそうか、責任線を読むから攻撃を食らいやすくすぐ死んじゃうんですね。2000いくのってちょっとしたモビルスーツぐらいはあるだろ、スパロボでいうとこの。ここでチマチマレベル上げてるのがいいかな。ここに行くか。ここでやってるよりはやっぱもう一個。お、50だ。なんか変化ある？ああ、まだまだ、あと少なくとも1行は増えるから、これ。レベル60ぐらいまではいけってことか。もう一個先行ってみよう。戦えてるが、戦っちゃってるのかなっていうのかな。上げすぎたレベル。ここも敵出てくるんじゃない。そんなことないから、いや、こいつが無理に出てくるのか。これはちょっとやばいな。上がってるけど、中も最初もやられてる、中も最初もやられてる。あー、そうですね。では、レベル50まで上げたところで今回は終わりにするかな。で、そうですね、次回もしかしたらレベル60に上げた状態か、もっと上げた状態で始める可能性はありますね。とりあえずは今回は、ここまでにしたいと思います。なんだかんだ言って30分やったな。はい、では、お付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。